知り合いスライルヨルダンの三国国境三国国境とは、三つの国の国境が一点に集まる地点のことである。英語のトライポイントに相当するが、トライポイントは国境に限定されず、宗教、県境などについても言う。三つの県境が集まる地点については三県境を参照。世界には約176の三国国境が存在する。約としているのは、 国境が未確定の箇所があるためである。三国国境は2本の河川の合流点や山頂などであることが多く、三国国境のうちの約半分は水中に位置している。陸上の三国国境の場合、多くの場合は正確な位置に目印や柱が建てられており、その近くにモニュメントが建っていることも多い。 日本のような島国には三国国境が存在しないが、バーレーンやシンガポールなどは海上の国境に三国国境を有する。また、ポルトガルデンマークカナダのような一つの国としか接していない国にも三国国境が存在しない。アメリカ合衆国も三国国境を有していない。ある国に隣接する国が多ければ、それだけ三国国境も多くなる。 中華人民共和国には16、ロシアには11の14の三国国境がある。ヨーロッパでは内陸国であるオーストリアには9つの三国国境がある。特にリヒテンシュタインはオーストリアとスイスに挟まれているため、この三国間には2つの三国国境がある。このような、ある国が2国間に挟まれているために、同一の三国間に2つの三国国境がある。例には、 他に、以下のようなものがある。アゼルバイジャントルコアルメニアの三国国境と、アゼルバイジャントルコイランの三国国境の間の距離は1 0キロメートルと、大変短い。ロシア、中華人民共和国、モンゴルの三国国境と、ロシア、中華人民共和国、カザフスタンの三国国境の間は、約4 0キロメートルである。 ザンビア、ナミビア、ボツワナ及びザンビア、ボツワナ、ジンバブへの三国国境は約150メートルしか離れておらず、四つの国境がほぼ一点に集まっている。過去には四つの国境が完全に一点に集まっていた例もあり、宗教などでは現在でも多数の例が存在する。四つの境界が集まる地点については四国国境を参照のこと。通常、 出入国管理を受けずに国境を越えるのは違法であり、従って三国国境である点を周回して歩き回るのは違法である。宣言協定によって出入国管理なしに宣言圏の外に出るのは違法である。しかし、宣言圏内の国境はどこでも自由に越えることができる。三国国境に関わる国の関係が友好的である場合、 観光客がいちいち出入国管理をせずに三国国境の周りを歩き回れるように国境検問所を実際の国境から少し離れたところに設置していることが多い。通常、国境線の正確な位置は国境に接する国の相互条約によって決定される。そのため、三国国境の位置の決定には三国間の協定が必要になる。例えば、 中華人民共和国、ロシアモンゴルは1994年1月27日にウランバートルで調印された三国間の協定によって2つの三国国境の位置を決定した。東の三国国境は北緯49度50分44秒、東経116度42分50秒。 北緯49.845625度統計116.714026度、49.845625、116.714026、付近のタルバガンダクと呼ばれる地点で、協定により建てられることが決められた標識とそこへの侵入路が Google マップスで確認できる。西の三国国境は、タワンボグド山の山頂と定められており、特に標識は建てられていない。 ファールセルベルグ、ドイツオランダベルギーの三国国境。三カ国とも宣言源であるため、往来は自由以下に著名な三国国境を挙げる。すべての三国国境の一覧は、三国国境の一覧を参照。以下は過去の三国国境である。ありがとうございます。